わずじゃんけんグー。多分あの問答無用で道の駅寄るわ、はい、あここはあのあれね、はい、修正バイパスができてから、うん、もうめっきり使われなくなった。そうでまた中性バイパスに、もうここからこれでオートメーションでね、はい、戻っちゃいますからね。はい、なんか次戻れなじゃん。これさ、前進してるって言えるか。なんかまあ3歩進んで2歩下がってる感じ。で代わりにはこんがらかった人にしか見えないけどな。こんがらかったのをどうにかしようとして、さらにこんがらかり続けて、あのダマがいっぱいできてる人みたいな感じや。これでまた鈴鹿ツインサーキットの前に戻ってやろう。あ、もう今は戻らないよ。あれ？そこまでは戻らない。そこまで戻るの？うん。もうちょっと通より見てる。あ、もうちょっと通りやったっけ、これ。出たとこはじゃんけんしないよね。出たとこってあれ、これ道の駅とかだよ。道の駅まであって、うん、ここでだってさっきの道に戻る感じやもんな。うん、次さっきからもうちょっと、あ、そうや、こっちだ。うん、そういや普段から今言うことを言うとね、普段押してないのかみたいなね、ずっと入る方ね、あれなんですけどね。厄介なのが、その知らなかったが行きにくいやん。立場上郵便局で配達しとったんやから、同行法が詳しいやろっていう、うん、今のでも多分正確に言ったらアウトよ。だって一旦停止線の停止線上で2秒以上の停止しないといけないっていう、なんかあるよ、うん、2秒経ってないよ、なんかね。あ、そっか、ここのセブンイレブンもなくなってるんだよね。本当だね、なくなったね。あ、そっか、あそこにね、ここにもあったのに、うん、2つもなくなってたね。え、コンビニ業界のさ、やめの話していい？はい、本当かどうか知らんで、や闇の噂で聞いたみたいな話ねんけど、たまにさ、コンビニ行ったらさ、急にさ、酒類の販売をやめとる店みたい。あさったことない。あ、お酒飲まないからわかんないけど、うん、ある日行ったら、突然商品も残っとるのに、販売できなくなりましたって言って、うん、なってる時があるに、うん、たまにもうそれがお酒のコーナーがすっからかんになっとって、うん、ちょっと一時休止、お酒類の販売を一時休止しておりますって、はい、あれって、うん、なんであれがそういうのが起こるのかっていうと、うん、酒類って販売免許がいるやん、うん、でその販売免許が、まあ、切れたから起こるわけだよ、うん、らしいやな、はい、うん、酒類の販売免許がなかったら当然そのコンビニ、大手コンビニだろうが、そのお店の、その許可がおりやんでって言って、うん、でその酒類の販売って、まあ、ちょっとスーパーとかで働いてたらでちらっと分かると思うんやけど、酒類の販売ってその担当者が持つやん、うん、その会社ごとに与えられるんじゃなくて、酒類販売責任者みたいな資格があって、うん、それを持ってる人がいることによって販売が許可されるっていうような感じや、うんうん、あ、ちょっと向こう側行ってた、うん、あ、ここ開いてる、うん、はい、で、あ、なるほどなと思って聞いとってんけどさ、うん、じゃあどうしてそんな急に切れて、普通に考えてさ、コンビニ的にさ、酒が販売できなくなったら痛いやん、うん、なんでわざわざそんな販売できませんっていう時がさ、まあ
1週間とかさ、たま、あの、長いと1ヶ月とかさ、あれは販売してないなって言って、まあ、そのまま閉店になる店もあるし、うん、うん、なんか、また販売再開するところもあるんやけど、うん、聞いたのは、それは、つまり、あの、酒類免許を持ってる人が、引き継ぎできやんくて、うん、はい、あの、だから新しいその酒類販売免許を持ってる人がおらんくて、うん、状態になってしまって販売ができやんと、はいはい、つまり何かというと、大体その酒類販売免許を持ってるのってオーナーさんなんで、うん、つまり、はい、オーナーさんが自殺したりした場合、はあ、急に自殺とか蒸発したりとかってなってしまった時は、うんうん、あの、営業フランチャイズのあれでできるけど、うん、そこのお店の販売、酒類の販売免許を持ってた人はいなくなっちゃってるから、うん、酒類の販売が急にできなくなっちゃう、はい、普通の引き継ぎだったら、うん、その間にね、息子さんにその酒類販売免許の勉強させて、うん、息子さんが継いでみたいに代替わりしてとかっていうようなソフトね、感じでいくんやけど、うん、それができなくなっちゃった状態だと、うん、急にある日突然ピシャーって、あの、販売、ちょっと販売中止とか噂があるんだけど、本当なのかどうか、うん、そうなんでしょうね、うん、あまりその YouTube でもいろんなさ、 YouTube あの社会の闇みたいなさ、やっとるけどさ、これに関しては取り扱ってるとこがねえから分かってんだよ、うん、あくまでも噂の話なんで全然違うよっていうね、はい、可能性も十分ありますんでね、はい、うん、はい、前と上で三つの駅、はい、寄ってトイレしてこ、はい、またトイレだよ俺、うん、ありがとうございます。さ、大丈夫、これ映ってないよ、はい、映ってないよ、大丈夫な、よし、はあ、三つの駅にも寄って、まあ、結構中混んどるんでね、うんうん、何しようかなと思って、ちょっと中で撃っとったパンとかもちょっと気になったんやけど、うんうん、まあ、せっかくなんでね、なんかちょうどね、五平餅を取ったんでね、五平餅でも食ってね、とりあえずちょっと今後の作戦をね、考えようという、次のじゃんけんでどうなるかですよ、うん、で、まあもう今回もうめんどくさいから、もうこのまま通方面とりあえず向かうわ、はい、で、うん、出ないとずっとこうくる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 回って終わってしまうで、うん、とりあえずこれを南に出るところまでは確定と、はい、してその次の先だよね、うん、そっからどうするかなんだよ、はいはい、うん、で、あそこ出てしまったら、多分普通の中の方にはある程度入ってって、うん、どこら辺ぐらいまで行くんだ、市市、市市まではいかんか、うん、手前市市じゃなくて、あの、県立、県の総合ホールとかあるのは、あれ何やったっけ、メッセリング、そう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 、サオリーナとかね、そう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 、あの辺りぐらいまでは出るやろうから、うん、これ、そこから曲がると角インターか、角インターのあるはずか、そっから被災、あの方に向いていくかもわかんないし、あの方の方かもしれんし、まあ、海の方に出るかもしれやんし、あ、どうなるのかなっていう感じですけどね。さあ、五平餅、ここどういう感じなんやろうね、醤油だったね、醤油か、うん、ごまかかっとってね、いいね、久しぶりに来るね、よし、五平餅、いただきます、うん、うん、おいしい、やっぱごはん餅はこの大判型、うん、いいよね、うん、大判じゃないのってある、つくね型って言ったらいいの、あ、はいはいはい、あるの、あ、そうなんだ、まあ、つくねでこう3つぐらい平べったいのか、そうそう、平べったいつくねと思ってる、うん、みたいな形で3つついとるようなのがあるときあるんやけど、あれも地域によるんかな、多分単にその小さい3つの方のが作りやすいんやと思う、うん、なんかみたらし団子もね、あの、うん、4個だったり5個だったり、確かあの東京だと4個がスタンダードなんでね、ありえんよな、うん、ありえんね、って聞き方はどうしよう、え、みたらしといえば、せーの、5個だよな、よ、ね、なんで4個なの、もうケチっとるやんっていうな、うん、あれ入れんのな、うん、でも愛知でも5個じゃないって聞い
ったことあるけど、すごいよ。あ、どうなんだ、東三河とか行くとそうなのかな。あの米の屋っていうね、ああいうみたらしとか、うん、たこ焼きとか、うん、売ってるチェーン店あるじゃんね、あの、うん、あれも多分東海限定やと思うけど、うん、あれ5個やもんね。あ、そう、こういうのは5個やな、うん、うん、もう、それかガッツリと決まった、うん、うまい、うまい、五平餅だとさ、持ち込みじゃないでさ、うん、あの案外昼頃にはちゃんとあのが減るで、ほんとおやつにはほんといいよな、こいつ、うん、で持ち込みじゃないの五平餅というものはあんまり食べないやん、思えば。まあ、三重県そうだよな、うんうん、え、持ち込みじゃなければなんだっけ、お米、普通のお米なの、うん、お米を潰してあるやつ、はい、基本はそうだったと思う、うん、この太いのでね、ガリガリとうまい。そしても四日市もそんな別に五平餅を食う文化がないでさ、うん、手軽に買えるやつではないんだけど、あると買うね。もともとじっちゃんの実家が岐阜やん、うん、だもんで、あっちの方行くとあるけどね、味は全然これと違うけどね、うん、これなんか名古屋っぽい。あ、そうなんだ、うん、って言ったらいいのかな。あと五平餅なんか味噌のイメージがあるよね。そうそうそう、味噌が多いよ、うん、これどっちかっていうと醤油ダレに近いっていうね、みたらしに近いような、うん、うん、醤油ダレ、うまかった。ああ、本当におやつ感、うん、甘くないのがまたいいのよ。ごちそうさまでした。いつまでよく食っとったんだろうな、ごてもち。食べた時期あったかな。でもジャックとかがあった頃は、うん、ごてもちあった気がするんだよね。あ、ジャックがあったと思う。あったよね、うん、あった、うん、俺も多分それであそこでよく食ってると思う。あのあそこでも食った記憶あるもん、あのマックスバリューのさ、笹川のマックスバリューを改装する前。あ、あったあった、うん、フードコート的な、うん、あそこはしかもなんかたまに安く売ってくれとる時もあって、うん、なんか買っとったかな。